私は3年の6月までソフトテニス部でした。それまでは漠然としか受験について考えておらず、約1ヶ月の間だらだらと過ごしていました。受験勉強を始めるのは早ければ早いほどいいので、メリハリを大事にしてください。志望校は絶対に自分がずっと行きたいと思っていた大学にした方がいいです。入試結果がどうであれ、後であの時受けていたらと後悔が残ります。どちらにしろ大学名ではなくて自分のやりたいことが学べる大学なのかどうかや、大学で留学したいと思っている人は留学制度を調べておくといいと思います。志望大学の過去問は学校の進路指導室などにあるものを使って早くから傾向を見ることが大事です。本当に大学によってバラバラなので、過去問を知ることは絶対に役に立ちます。そして最後まで諦めずに受験に取り組めたので、今は新しい大学生活への期待でいっぱいです。栄養のスタッフの皆さんのおかげで辛い受験も今はいい思い出になりました。みんなも最後まで自分の思うようにやり通してください。